やあ、刹那圭介だよ。さて、パート14、そろそろ何か事件が起きそうだ。ロード、でもってここ。どっからだったっけこれ、どこまで行ったこれ。多分かよ。中途半端なとこで止めたんやな、俺。やたら。うん、多分ね。上機嫌な顔で、えずきも焼きそばを食べ始める。確か小鳥ちゃんとはやっていけそう的なことを言うたんだったっけな。で、多分かよ、みたいな。うん、多分ね、でここで繋がったんだったな。うん、我ながら上出来じゃない。兄上、粉チーズはいいのか？うるせえなぁ。じゃあ、ちょっと、俺が試してみよう。お、チャレンジャーやな、歩む。歩む時になってから、お前、チャレンジ精神ついたか、お前。ちょっと、歩む。それは私の料理に対する冒涜で見ますわよ。すいません。やめておきます。ここで歩む、粉チーズかけてみ。多分、伊豆の鉄拳が顔面に飛んでくるぞ。飛ばせ、鉄拳、ロケットパンチやぞ。ふふ。小鳥さんが入っても、僕たちの輪は変わらない。今日もここは相変わらずの騒がしさだ。今日は僕にとって、ここ最近の中で一番楽しい一日になった。まとまった一日だったな。みんながまとまった一日だった。そして帰り道か。帰り道、小鳥さんを途中まで送っていくように言われ、僕は小鳥さんと一緒に歩いていた。涼介さん、やるじゃないですか。また二人きりですよ。めちゃくちゃチャンス出てきてますやん。涼介すごいよ。こういう二人きりというチャンスを何回ももらってきたことか。ごめんね、遅い時間になっちゃって。問題ない、いつも遅い。あ、そっか。毎晩学校に行ってたんだもんね。うん、最近一挙かな、学校に。でもこれからはしばらくは行かなくていいんでしょう。僕の問いかけに小鳥さんはしばらく黙っていた。小鳥さん、涼介、聞いてほしい。まっすぐな、何で書いたの？まっすぐな目指しが僕を捉える。あれ、これもしかして告白？僕告白されるのか？心のときめきが、鼓動が止まらないぜ。何を緊張してるのか、聞き返した声が震えてしまった。敵の倒し方、私思い出した。あ、敵の倒し方思い出したんや。うん、僕の返事はね、ええちょっと俺の思っとった通りに、ええって言ってくれたよ、涼介くんが。だから今から学校に行こうと思う。非法設計壊れるって何？俺壊れてないよ、通常運転だからね。それ逆に危ないけどさ。本当に？本当、今日戦ったら勝てる自信ある。マジか。小鳥ちゃん、力取り戻すの、マキ。何がきっかけで小鳥さんはそれを思い出したのだろう。さっきまでの浮かれた気持ちが一気にどこかへ行ってしまった。浮かれた気持ちってのを告白されるだろうっていう緊張混じりの浮かれた気持ちだったんだろうね。絶対に勝てるの？危なくない？うん、絶対勝てる。自信満々ですね。そんな気がする。小鳥ちゃん、小鳥さんの顔に嘘はない。だったら僕もついていっていい？え？学校の中までとは言わない。外まででもいいから。長い沈黙の後、小鳥さんはこくりとうなずいた。わかった、行こう、涼介。やっぱり心配なんやな、涼介。小鳥ちゃんのことが心配なんやな。てか、どんな力なんか見てみたいんかもしれんけどな。夜道を二人で歩くこと十数分。僕たちは埼玉中学校までやってきた。まだ来たよ、この場所。
イーナさんに連絡しなくていいの？大丈夫。本当に？すぐ終わらせてくるから、ロウスキはここで待っていて。そう言って小鳥さんは鍵を使って正面玄関から堂々と校舎内へと入っていく。ああ、堂々と入っていくんだね。それを見送って僕は一人ぼんやりと空を見上げた。今日の空はいつもより悲しく感じる。なんでだろうな。大丈夫かな。ここに来る道中の地震にあふれた横顔を思い出す。あんな顔をするのだからよっぽど自信があるのだろう。倒し方を思い出したって言ってたけど、他に何か思い出したことはないのだろうか。一つ何かを思い出せば芋づる式に他のことも思い出しそうなものなのだろうか。過去のことは思い出さんのやな。ポケットから携帯を取り出し時刻を確認する。8時13分。さっき小鳥さんが校舎に入っていってから何分ぐらい経ったのだろう。そのまま携帯の機種を眺めていても時刻はなかなか変わらない。俗に言う世界で一番長い何分みたいな感じかな。世界で一番長い時間が訪れたみたいな感覚かな。何もせずに待っているだけだと時間は果てしなく長かった。そうだ、携帯で録画していた焦点を見よう。チャッチャララララッチャッチャチャッチャララララッチャッチャッ。まだ全員没収されてる座布団。あ、いかん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 、こういうことをしている場合じゃないな。小鳥さん、今どのあたりにいるんだろう。数歩後ろに下がって校舎を見上げる。焦点を見ている暇はないぞ。特に変化はないと思ったその時、わーなんだこの着メロは。突然携帯が鳴り始めた。液晶には登録されていない番号が表示されている。で、誰だ。もしもし。通話ボタンを押すと聞き覚えのある声が向こうから聞こえてきた。もしもし、愛坂亮介だな。イーナさん。イーナさんだ。は、はい。メールの時もそうだが、この人はなぜ僕の携帯番号やアドレスを知ってるのだろうか。情報が漏れてる。僕の携帯の情報が漏れてる。怖いな、国家の機関って。小鳥と一緒か。小鳥に電話をしても出ないのだが。小鳥さんは自分が敵の倒し方を思い出したことをまだ飯田さんに教えていない。僕の方から言ってもいいのかどうか。言った方がいいんじゃんこれ。ん？なんだ？どっちなんだ？え、今は一緒じゃないです。え？トイレでも行ってるのか。はあ、まあ似たようなものです。うむ、それでいいのか凌介。ここは小鳥ちゃんが力取り戻したことを言った方がいいんじゃないんか。電話の向こうでイーナさんが黙り込む。しばらく待っても何も言ってこないのでどうしようかと困惑していると、一つ聞いていいか。え？イーナさん、もしかして何か感づいたか。お前今学校にいるな。え、なんでわかったん。まさか携帯の電話番号とアドレスだけならともかく、もしかして GPS の信号までもバレてる。え、つまりストーカーみたいな感覚ですよ。監視されてる。僕監視されてるよ。何をしているんだ、正直に話せ。いや、言った方がいいよ凌介。さすがにこれは言った方がいいよ。多分イーナさんにはちょっと、もう何もかもか全てお見通し。私はあなたの全てを知っていますっていうザ・クイズショーの桜井翔並みの感覚ですよ。大丈夫かな。どういう方法かはわからない。でもこの人は調べようと思えば大抵のことは調べ上げてしまうような気がした。
怖いな、国家の機関って。嘘をついてもすぐに見つかされそうだった。僕は小鳥さんが敵の倒し方を思い出したこと、そして今ひどいで敵と交戦中であることを伝えた。そうか、すいません。まあいい、こっちにとっては朗報だからな。私も今からそっちに向かう。お前はそこでじっとしていろよ。こっちの返事も持たずに電話切れた。わかりました、無事。ドゥードゥードゥーって感じかな。ちょっとイーナさん、こっちの反論は無視ですか。反論とかするわけじゃないけど。朗報。そういった時のイーナさんの口調を思い出す。確かにイーナさんにとってはそれは朗報だろう。いや、イーナさんだけじゃない、この埼玉島に住む市民にとっても小鳥さんが戦い方を思い出したのは朗報に違いなかった。でもやっぱり気持ちは落ち着かない。それは多分、もしかしたら小鳥さんが戦う運命から逃げ出したせいかもしれないと思っていたからだ。戦う力がないんだったら戦いから離れとってもいいっていう、そういう気持ちが生まれるんだろうな。思い出したことで小鳥さんはまた戦いの中に日々に身を投じることになる。サッカーをしていた時の初めて見た彼女の笑顔を思い出す。敵との戦いがどんなものなのか、その光景を見たことがない僕には見当がつかない。でも記憶を失ってしまうぐらい危険なものであることは確かだった。そうやな。携帯で時刻を確認する。2分しか経っていない。時間経つの長すぎ、時間経つの遅すぎ。さすがに精神の時の部屋に入った感覚。1秒1秒がこんなに長く感じるのは初めてだった。行こう。行く？なんで？僕が行ったってただの足手まといにしかならない。小鳥さんもイーナさんも待っていろと言ったのに、僕が校舎内に向かう必要がどこにある？理由、何でもいいから見つけ出そう。サプライズ。サプライズだ。サプライズってことにしよう。それさえあれば僕は学校の中に向かえる気がした。小鳥さんのことが心配だから。そう、その程度のものでもいいじゃないか。言って何かできるわけじゃないけど、でももし小鳥さんが敵に劣勢だったとしたら、僕は彼女の手を引いて一緒に逃げることができる。小鳥さんは意外と頑固だから、絶対勝てると意気込んでいった以上、勝つまで戻ってこない気がする。だからもし勝てなかった時のためにストッパー役として僕が向かえばいいじゃないか。よし、行くぞ。理由はできた。行こう。僕は一歩前に踏み出した。凌介、お前は男だよ。真っ暗な校舎の中をゆっくりと進んでいく。1階には誰の気配もない。僕はすぐに階段に向かった。2階にも3階にも人の気配はなかった。3階から上の階を見上げる。するとその時、ベストフラッシュ。眩しい光が上の階で弾けた。え、なんだ、何がいるんだ。僕は勢いよく階段を駆け上がる。4階に着いた僕の目に小鳥さんの後ろ姿が映った。その奥、うわー、すごいことになってますね。以前にも見た黒いムヤのようなものが宙に浮いている。真っ暗なこの闇の中でもその暗さはとても際立っていた。そんだけ暗いということか。お、小鳥ちゃんがなんかかっこいい体勢をとってるぞ。声が出なかった。恐怖のせいじゃない。わー、すごいよ、すごいよ小鳥ちゃん。小鳥さんの右手から伸びる刃を模した光、それに見とれていたからだった。だが恐怖は感じない。むしろ暖かくてなんか安心できる。え、
敵が動くのと同時に小鳥さんは刃を構える。うわー、何この音、不快なんでやめてください。キリキリと嫌な音を立てながら襲い来る敵と身動きせずに小鳥さんはただ待ち構えた。刃の輝きがより一層強くなる。高周波ブレードってやつか。うわ、え、たったの人たち。その一撃で黒いモヤモヤは真っ二つに裂け、蒸発するように無散していく。その動きはとても綺麗だった。相手を切り裂くという残酷な光景のはずなのに、小鳥さんの動きに僕はなぜか優しさのようなものを感じていた。跡形もなく消え去った敵、同じように小鳥さんの右手の光も闇に紛れて消えていく。小鳥さん、やったんだね。振り返った小鳥さんはようやく僕に気づく。ああ、と間抜けな声を上げた。あんな戦い方をした、あんな戦い方をした人間の声とは思えんぞ。すごかったね。来ちゃダメって言ったのに。ごめん、待ってるだけは不安だったんだ。不安？うん、もし小鳥さんが戻ってこなかったらと思ったら。倒せる自信があるって言った。小鳥さんは少し不機嫌そうだ。ああ、そんなちょっと怒らんでいいじゃないか、心配してたんだよ僕は。うん、それはそうなんだけどさ、でもやっぱり心配なのは変わんないから。心配した？そりゃあね。そう。すると小鳥さんはゆっくり顔を上げて僕に、ありがとう、そう言いながら笑顔を見せたのだった。うひょー、この笑顔のために僕はここまで来たようなもんだぜ。見られたくなかったんだろうね。そうかもしれませんね。あまり自分が戦いたいところを見られたくなかったっていうのもあるんかもしれない。小鳥ちゃんのことだ、わからないけど。あっきに取られて声が出ない。窓から差し込む月明かりが彼女の顔をきれいに映し出していた。よっ、月よ、ナイス演説。演出やな。演出の勝利ですな。完全に見入っていた。涼介？涼介ってば。あ、うん、ごめん。小鳥ちゃんでも涼介ってばーって、てばーっていう言い方するんだね。どうかした？ううん、なんでもないよ。そう、それじゃあ行こう。まだ少し思考がぼんやりしている。ねえ涼介。そんな僕に小鳥さんが話しかけてくる。何？もしかして告白？あの時できなかった告白？涼介はみんなのことをさん付けで、さんつけないで呼んでる。みんなって夏雪たちのこと？そう、私だけさんで呼ばれるのなんか嫌。はあ、私は涼介のことを涼介って呼んでる。涼介はどうなる？どうすると聞きながら有無を言わせない表情でこっちを見つめてくる。そんな目で見つめられたらドキドキするじゃないか、小鳥ちゃん。いや、小鳥。ただ3を外すだけだ。そんなに大したことじゃない。なのに改めて呼び方を変えるのはどこか気恥ずかしかった。涼介もまだ子供だね。小鳥さんはまだ黙ってこっちを見つめている。あ、これは呼ばないと次の話に持っていけないパターンだな。しぶしぶ僕は彼女の名前を呼んだ。小鳥。うん、そっちの方がいい。あ、小鳥ちゃん嬉しそうだね。そう言って小鳥さんは微笑む。なんか変だな。それはまるで笑い方を思い出したかのように、そのぐらい表情が柔らかくなったように思えた。小鳥ちゃん、新しいことを戦い方でなかったんだね。戦い方だけじゃなかったんだね、思い出したのは。まあいっか、特に気にしないことにする。笑顔になれということはいいことに違いのないのだから。
星が綺麗です。その後僕は合流したイーナさんに小言を言われる羽目に遭いながらもどうにか帰宅しイーナさんのことだからさ、つうかなんで待ってなかったし、危ねえし今回は大丈夫だったけど、次もしかしたらあんなことになってたかもしれないんだぜみたいなこと言われたんだろう。イーナさんのことだからね。長い長い一日を終えたのだった。しかしこの一日だけでいい嬉しいことはたくさんあった。そしてコンティニュートゥーザネクストチャプター、チャプター変わるん、暗い世界なんだ。え、なにこれ、テトラって何、テトラって誰、これなんかいつや冒頭あたりにも出てきたような気がするけど、いつか出てきたような気がするな。これテトラって。目を覚ました。体を起こして大きく息を吸い、ふーっと吐き出す。今日も起きられた。安堵感を覚えつきつつも自分の気持ちが沈んでいることに気づく。え、どうした、昨日録画したとは思った焦点が録画できてなかったとか、そういうん、それはちょっとかわいそうやな。眠ったままの方が良かったのかな、もしかしたらそっちの方が幸せなのかもしれなかったから。どうした、起きたらなんか嫌なもんでもあるんか。おはよう、誰だい、かけられた声に振り返る。おはよう、アイサ、誰だい、新しいキャラクターまだ出てきたよ、アイサって誰。今日もアイサは私より先に起きていた。かわいい普通にかわいい。よかった、いつまでも起きないからテトラまで眠っちゃったのかと思ったよ。てか何この服、なんかキリスト教徒みたいな、キリスト教徒っていうよりはなんかさくらの宗教みたいな服装してますけど、え、なんだい、そんなに長く寝てた。うん、いつもと変わらないけどね、昨日ああいうことがあった後だし。何があったんやろ、焦点録画したかと思ったら録画できてなかったことがあったんか、かわいそうやな。昨日、そう、昨日はずっと一緒にいた仲間の一人、サヤが眠りについてしまった日だった。新しくどんどん名前を増やしていくな。夏雪みたいだな。どういうこと、夏雪みたいだなって。なんか、あれ、どういう意味だろう。かわいい系ってことで言いたいんかな。よくわからん。葵は、まだ葵とか新しい名前増やすな、お前。ついていけんようになるだろう。多分屋上だと思うよ。そう、ベッドから抜き出し立ち上がる。葵のところに行くの。うん、それじゃあもうすぐご飯になるから、ご飯にするから連れてきてね。顔、どうだろう、微妙な気がする。顔似とうかな、わからないね。わかりませんね。屋上上がり、じゃあ階段を上がり、屋上に到着する。重いドアを開けると見慣れた背中が視界に入った。ヒーガラガラガラ、葵、めちゃくちゃ涼介に似とる。え、だいぶ涼介に似とるよ。涼介の女の子版みたいなのが出てきたけど、え、なにこれ、え、まさかさ、これなんつーかパラレルワールドだとするで、パラレルワールドだとしたら、このなんか異世界の涼介が女の子みたいな設定だったら、これちょっとつながってくるよね。例えばさ、夏雪、今は夏雪みたいな子みたいなことを視聴者さんがコメントしたけど、そうだとしたら夏雪みたいで合っとるかもしれんし、てか異世界の夏雪みたいな、え、もしかしてそういうこと、これパラレルワールド、どうなんだろう。呼びかけると葵はゆっくり振り返る。綺麗で透き通った瞳が私を捉えた。やあテトラ、おはよう。今日も葵は遠くの方を眺めていたようだ。と言っても特別な何かが見えるわけじゃない、それは葵の日課だ。
何やったっけ、アイサーだったっけ、アイサーだったっけ、アイサーがもうすぐご飯だって。ああうん、じゃあ行こうか。うん。葵の様子はいつもと変わらない。アイサはいつも通り明るく振る舞っていたけど、やっぱり無理していたように見える。でも葵はいつも通りの葵だった。昨日さやが眠ってしまった時も、葵は取り乱すこともなく冷静だった。眠ってしまう人は皆共通してだんだんと感情が希薄になっていく。ん？そして完全に無感情になってしまうと眠りにつき、もう二度と目を覚まさなかった。何それ、何なんこの世界観。凌介のおる世界とは全然違う世界だよこれ。何これ。だからあまり感情を表に出さない葵はいつも私を不安にさせる。葵がその二度と目を覚まさない病かもしれんってことか。どうかした？早く行こう。うん。一方で葵はずっとこうだから大丈夫かもしれないという気もしていた。いただきまーす。そこで今更やけど、なんで学校なんこれ。なんで学校でこの3人おるん。ちょっとわからん、わからんぞこの世界観。いただきます、いただきます。葵と一緒に部屋に戻り、3人でご飯を食べ始める。部屋というよりかは教室やけど。部屋には私たちしかいない。というか世界で起きているものはもしかしたらもう私たちだかもしれなかった。何これ。アイアムレジェンドみたいな。何これ。3人だけの世界。というか人類の方、3人以外の人類が全員眠ってしまった世界みたいな。うん、おいしい。またうげをあげたね。アイサ。えへへ、そうかにゃ。リセットシステム下にある私にとって、食事は必要ない。世界観、キャラ付けがよくわからんようになってきたよ。ちょっとリセットシステムかってなんだ。だリセットシステムって何よ。それでもあえて意味を見えに出すとしたら、食事を通しておいしいや楽しいを感じることがそれにあたる。楽しみの少ないこの世界で食事は重要な娯楽だった。みんな今日はどうするの。私は調べ物かな。アイサはまだ外に行くの。そうだね、そろそろ食材なくなってきたし。テトラは？私はサヤの荷物を整理しようかな。そっか、そうだよね。それなら私も手伝うよ。調べ物はいつでもいいし。それじゃあ私も。ということで計画、3人でサヤの荷物を整理することになった。何これ、ようわからん世界観になってきました。というわけで今回はここまでにしましょう。セーブしてですね。なんこれ、ちょっと物語が全然違う方向に向かっていきよるけど、ネクストチャプターネクストすぎるだろこれ。というわけで今回はこの辺で、ちょっと次回からちょっとどんな展開になるか予想もつかんけど、じゃあちょっと次回も楽しみにしとってください。というわけで今回はこの辺で、仕上げ。やっとが変わった。じゃあ早く帰ってパソコンする。